はようございます。尾道さくらチャンネルのリンダです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりに娘とタンデムデートです。あの近場のね、はい、あの海沿いをふらーっと、走ろうかなと思ってます。まあ、ついでにね、お昼も、向かい島の、カフェで食べて、まあ、ちょっとデザートのお店にも、寄ってみようかなと思っております。まあ相変わらずキャーキャー言うてますけど。でもだいぶ慣れたやろ、最初に比べたら。慣れましたか？ブレーキのタイミングなんかでもやっぱり気使わんと止まらんよね。危なー。まあスピード出して走ってないけど大丈夫。止まらんとか言われたら。あの前回の教訓もあって、あのインカムを、はい、ジェットヘルム の、 あの娘がつけるヘルメットにもつけました。なので、あの娘との会話も今回は、収録されます。だいたい止まるの分かろうが。止められない、体が前に進むの。みたいな。止められない。もう貧乳が背中に。これが直接じゃない。先進入禁止だったもん。こうか。ここに鍵しっぽさんがあるね。あ、今日休みよ。それで、天気予報。なんか低速、二人乗りの低速は本当難しいな。重たいけん。これご右だね。ここ右だね。あれまっすぐ来れたや。でもなんかさ、ターンライトって黄色い看板出されてたよ。あ、本当？うん、こんなとこにあるお店。なんかね、突き当たりの。あれ。あ、これ？これ。おお、これ？うん、これ。へえ、おしゃれ。ねえ。どこ止めよう。サイクリングの人がよく来るんだって。え？サイクリングの人がよく来るんだって。ああ、そう。うん。ちょっと橋の方止めとこうか。悪さされたい。よし。はい、モーモーキッチンさん。はい、あれ、建物全部そうなん？なんか2階に上がらないといけないはず。あ、そうなんだ。うん。へえ。建物全部なんかどうかまでわからんけど。はい、娘に僕のライダージャケットのお風呂を着させてます。置いとってよかった、これ役に立ってよかった。ちょっと大きいけど、だいぶ、すごいね、いいとこじゃない。これ海見えるんじゃろ、これ食べながら。見える。あ、そうなん、楽しみ。カウンター開いとったらいいね。はい、もうもうチンさんの店内に入って今席に着きました。窓際のカウンター席を選びました。なんか YouTube もなんかやってますね。で、僕が
今日頼んだのはモーニングになってるんですか。私が頼んだのはこちらハンバーグランチ、ダブルハンバーグです。たまにはねお肉も食べないで、娘は大人のお子様ランチ、なんかこれがなんか話題らしくて、なんかテレビの取材も来たらしいです。お昼からしっかり、はい、何倍だったかな、3460円だから、うん、ヘビーですね明日はカップ麺だいやでもね、海が尾道水道を見ながらランチができるってなかなかないんじゃないですかね。いやーすごい、なんかドックに船も入ってますね。どの辺なんだろうね、新浜あたりかな。はい、来ました大人のお子様ランチ、ヒゲが入ってます。猫パフェじゃないですなんかゼリーみたいな、ゼリー何これ、寒天、ハンバーグもちゃんとついてるじゃん。ね、ついてるね、うん、俺もこっちにすればよかったな。僕はハンバーグ、ダブルハンバーグランチだったから、ハンバーグが2つついてます。いや、うまそう。じゃあいただきます。すごいなこれ、おっぱいみたいなハンバーグこれは何、これドレッシング、これハンバーグのタレじゃないよね。ハンバーグのタレだった。え、ドレッシングドレッシングは味はありますよ。サラダ味あるよね。かかってる、うん、あ、なんかこれハンバーグなんだけど、ちょっと舐めてみましょう。ドレッシングだよこれ、ちょっと舐めてみ、でも硬いんですね、これ。ああ、はい、肉汁がじゅわじゅわっと染み出て美味しいです。これダメだね、グルメレポートできんなかぼちゃなんて素敵なかぼちゃなんでしょうみたいなもっとジュワって出てくるところアップで撮ったらいいかな。ああ、そうだね、王道だ、うん、上げてやえーって言ったん、やえーバイクとすれ違ったらやえーって言って、うん、手を上げたりとか手を振ったりする。へ、こんにちはってこと。ああ、そう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 、はい、曲がりたい方向に体重を、はい、あーくっつけてくがいい頭いい、いやー、あのスピードだったらもう特別にやおー、きれいきれい、見えたよ、いいじゃろバイク、いいね、あ、風を切ってこうやって走ったら、危ない危ないって言うけど、要は走り方なんよ、うん、いやでも事故って事故なのはやっぱバイクか、それはそうだけど、車でも事故ったらそういう確率だってあるんだね、うん、あ、やっぱいいな、オーケー、綺麗じゃろ、
バラ食堂ってこの辺じゃなかったかな。どうなん、どうか、なんかもっと水陸のことだって。免許取ってから最初にここにあのゆうこりんと来たんや。あ、そうなん。ここまで付き合ってくれてから。めっちゃ怖かった。立花食堂に行った。いやいや、もうこの道走っただけだけど。ああ、なるほど、うん、行動を初めて走ったし。わあ、いいねー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 。うわ、なんかこっち飛ぶな、あこ俺の撮影スポットマダム3人が座ってたよギャルじゃなくて座ってたね、うん、ここは何、うわ、なんかここ洋館すごいね、うん、うん、これの撮影ポイント、なんでここが撮影ポイントなの、うん、降りたら分かるよ、降りる、うん、うん、あ、これをね、これこうするのね、ああかっこいいだろ、かっこいい、かっこいい、かっこいいだろ、うん、なるほどね、うん、こう写真を撮るのが俺は好きなんだ。車が通過します。逆光になるんだけどな。これ今時のアプリでいいようにできる。うん？うん、できるよ。ちょっと待っとって。できるだけローアングルで。やばい。やばい。いや、見えんじゃん視線がちょっと乗ってみんよ、お前またがってみん、倒れん、またがって倒れん、足はつくけ、足はどんなつく、左にやったら左つく、でもそしたら右が全然つかんくなる、あ、前の身長、つま先はつく、うん、あ、あ、どんだけ足が短いんや。あ、いいじゃん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 。こう。いつしちゃう？ちょっとでもジャケットがおっさんが着るジャケットやけどね、それ。うん、ギャルがあの。めっちゃおっぱいある。バイク女子。めっちゃおっぱい膨らますこれ。こっち。バレる、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 なんかあの中学生か高校生ぐらいしか見えないんだけど、もう28なんだけど、サムネ用のシャツとか目合ってる、目合ってるよ、えい、あ、ここだ、立花食堂、あ、ここだ、立花食堂、絶対ない、何はどこなんだろうね、あれがね、秘密だろ、うん、秘密、あら、通り過ぎた、え、うわ、綺麗、もうちょっと着くの、この辺、あー、これだわ、やってないんじゃないかな、これよ、
これよ、これだわ。休みじゃん。休みないですね。クローズになっとるじゃん。ついに自粛って書いてあるじゃん。書いてあるね。残念。残念。まだまだおる。わあ、みんな釣り客だねこれ。ああ、まあカップルもおるけど。え、どこ？釣れるんだろう。あ、かわいい写真撮っとる、かわいい。でも U2 こそバイクどこ止めたいんだよ。え、でもあれサイクリングのあれだけ早くなっとった？なんかよくこの道ほら、自転車じゃないよね、あのイラストは。なんかな、これほらほらほら、あれどこ？あ、ほんまやな。あ、ほんまよ。あ、よう見つけたね。だろう。よっしゃ。じゃあなんだかんだありましたけど、結局 U2 になりました。U2 来たことないんじゃないんで。中で、食べたことはないし、利用したことはない。あの、外で写真はね、バイクとの写真は何回か撮ったけど。美味しいよ。はい、食後のデザート。尾道 U2 さんに、はい、来て、あの、デッキで。僕は、なんちゃらレモンスカッシュだったかな。瀬戸内レモンスカッシュ。瀬戸内レモンスカッシュだったかな。で、前が何やったかな、これ。カフェラテ。カフェラテ。いや、いいですね。いや、でも今日は暑い。ほんと暑い。いや、ほんと今日は暑かったね。ああ、暑いぐらいだった。いや、たまにはね、尾道も紹介せんとね。他県ばっかり紹介してもね。いや、ぜひね、皆さん、あの、尾道来たら、はい、向かい島、あの、ぐるっと回ってみてください。もう、それだけでね、本当にね、あの、しまなみ海道って、あの、気がしますんでね、瀬戸内海って気がしますから、ぜひぜひ。まあ、あの、今日休みのとこだったね、70カフェさんとかね、はい、そちらの方もおすすめだし。まあ、最後に行ったね、この道にユースさん、こちらもおすすめなんで、ぜひとも。まあ、桜ジャーのね、フランゴ、お前焼き、桜のお前焼きも忘れずによろしくお願いします。じゃあ、今日の動画は以上です。さよなら。あ、そうだ、コンビニガイアが。